孫正義が今度は韓国のクーパンを連れてくるってよ、がネットで話題。内容はこちら。孫正義のビジネス戦略に一部批判の声が上がっているようです。では、MI2 さんのツイートより内容を見てみましょう。MI2、 孫正義が今度は韓国のクーパンを連れてくるってよ。孫正義って日本と韓国の架け橋なんですか？では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。アマゾンがマシに見えてきた。アマゾンあれば十分だろ。はい、アマゾンがあれば十分です。次はこちら。使わねえから。日本製品不買運動の国からわざわざ上陸したとしても絶対使わないけどね。多くの人がこの意見だと思います。次はこちら。クーパンで返しましょう。うまい。次はこちら。多分信頼度は超度級のマイナスからスタートだね。わらわらわら。何がしたいんだ。孫正義と韓国のコンビ。はてさて。最後はこちら。もうええ加減にしてほしい。またメディアが持ち上げるんかね。今度はこれがご利用しされるね。一押し商品とか使い方とか便利だとかで、メディア総出でご利用しが始まるでしょう。まあみんなお見通しですがね。結論。そもそもアマゾンがあるのに韓国のグーパンじゃなかったクーパンなんか使うでしょうか。っていうかクーパンの利益ってアマゾンのように日本の利益ではなく他国の利益になるのでは。メディアもご利用ししそうだし、もう勘弁してって感じですよね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。